皆さん、こんにちは。アンコウです。アンコウのオペラ砲弾萌えオペラ、第264回。今日は、2023年の4月24日です。はい。また新しい週が始まりました。4月も、もう、終わりに近づき、ゴールデンウィークが迫ってきておりますね。はい。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。はい。えっ、ー、と、僕は、あのー、前回ね、あのー、言ってました。その花粉症のようなもの、えー、かなり、 あの、改善されました。あの、ご心配いただきました。皆さんどうもありがとうございました。えー、コメントもありがとうございました。えー、それで、ま、元気にしております。はい。それでですね、今日お話ししたいのは、えっ、ー、と、この間、えー、先日行ってきました。えっ、ー、と、あるコンサートがありまして、まあ、お招きを受けたので行ってきたんですけども、えー、それはね、これです。はい。日本語の季節。 えー、西澤健一作品展というもので、えー、目黒パーシモンホール、小ホールでありました。はい。これに行ってきたんですけどね、素晴らしいコンサートでした。えー、これをぜひ、ちょっとこの萌えオペプラでお話しさせてもらいたいというふうに思って、えー、今日 <laughs>、こうやって話をするわけなんですけども、えっ、ー、と、西澤健一さんという方は、この萌えオペプラで僕何回か話をしてますけれども、えー、2年前ですね、 えー、2021年の12月に、えー、やりました。これです。漫、え、字、ー、オペランジこれの作曲者の方です。はい。えー、この、えっ、ー、と、この <laughs> 結構ショッキングな、結構強い、結構濃い、この、えー、フライヤー、チラシの、えー、このとこに映ってますね。この人、えっ、ー、と、岡本敦さんっていう、えー、札幌の、札幌出身の、えー、バリトンの方なんですけどもね。 あの、僕は彼との付き合いは結構長くて、えー、一番初めに、あの、今も僕は演出をしてます。LC a r モニカのコジファン撮って、で、彼がグリエルもやった時僕は演出をして、まあ、この時まだ本当に彼は若かったんですけど、その後北海道に機会のラーボーエムやった時にも彼マルチェロで、で、その後も、えー、いろんなところでか、すれ違ったりするような感じで行って、 それで、えっ、ー、と、僕が主催しているアンコーラの中にも出てもらったりとか、またエルセイアルモニカにもまた、えー、出てきてもらったりとか、えー、いろいろそういう付き合いがあってですね。そして、ごく最近では、えー、札幌文化芸術劇場、ヒタルのフィアラの結婚の、えー、初日組の方のアルマビーバ伯爵を彼が演じたというね、大変芸達者で、で素晴らしい美声のバリトンで、人間的にも大変、 あの、魅力のある、もう、あっちゃんあっちゃんと呼んでるんですけども、人ですね。彼が、えっ、ー、と、僕を誘ってくれたんです。誘ってもらって、えー、そして西沢さんにも引き合わせてくれて、このオペラ漫辞というものに、えー、を僕は演出、この時期しました。はい。えー、西沢さんと岡本さんは、えー、国立音楽大学、僕の後輩になるんですけども、まあ同期、 9世というか同じ学年の人でそれでまあそういうところからのいろいろお付き合いがあるようなんですけどもねこのオペラ万事というのはえっと僕がやった時はもうそれは再演の再,再再再演みたいな感じで初演の時からえっと同じメンバーでずっと作っているというメンバーが万事プロジェクトという、えー、団体を立ち上げてそこの主催でこの時も行われましたはい。 えー、この時のね、この、えー、ここにも書いてあるんですが、シング・ユリさん、この真ん中の方ですね。で、津山めぐみさん、こちらの方ですね。それで、横山慎吾さん、この方で。で、岡本達さんという4人ですね、が、えー、一緒になってやったんですけども、今回のコンサートでも真ん中にいるこのシング・ユリさんが、えー、歌手を務められて、大変素晴らしかったです。はい。水沢さ,さんの、この漫字を、えー、一緒にやった時にですね、僕は、 とってもまず感じたことっていうのは、この方っていうのは、やっぱり本をものすごく読んでらっしゃるなというふうに思いました。谷崎潤一郎の、えー、小説というのは、えー、容易に読めるものではありません。<laughs> はい。もう、えー、っと、びっしり字が書かれていてですね。えー、あの、それも、えー、ものによってはカタカナが使われていたりとか、それとかまあ、ちょっと古い言葉で、漫字の場合は、 大阪弁ですね。大阪版で書かれているので、えー、大阪弁に精通している人なら、ともかく、えー、そうではない人はなかなか難しいところもありますね。えー、まあ、万事はそれほど難解なお話ではないんですけど、ただやっぱりその、えー、文体も独々といいですし、えー、どんどんどん人その中に、その中に人が入っていかなければ、えー、その本筋のところがね、なかなか見えてこない。まあ、万事の話そのものは大変ショッキングでスキャンダラスで、 まあ、ある意味で、えー、単純に人がこう、興味を持つようなものなんですけどもね。でも、その本質は、まあ、簡単にはこれは、えっと、レズビアンというようなものを扱った、その異常性愛を扱ったものなんですけどもね。でも、そういうものに対してのただの、えー、表面的な好奇心だけでは、この小説は読めないようになっているわけですね。で、そこの部分を、やっぱり、西田さんしっかり読んでくださっているな、というふうに思いまして、 え、それで僕も、これは、ただ単に、え、表をなぞっていくような演出は、絶対にいけないと思って、大変、まあ、自分なりに力を込めて、え、凝った演出をした記憶があります。はい。もう、え、前のことなので、半分くらい僕自身も忘れてるんですけどね。それでまた、同じようなことをね、ぜひ、やりたいな、ということで、え、まあ、何回かその後もね、お会いして、え、そういう、え、お話を、え、させてもらってるんですけどもね。 えー、まあ、その間に、えっ、ー、と、今、実際に彼が、ええー、まあ、ずっと現在進行形で、え、作、曲されている、いろんな作品、それはオペラだけではもちろんないです。えー、気楽曲もあれば、そして歌曲もありっていうようなもので、その中の、えー、今、取り上げたいものということでね、作品展の中で、今回は、えー、そこにある私たちの言葉と、副題がついて、日本語の季節という、 えー、日本語の、えー、テキストによるものを、えー、大きく分けて3つですね。3つ持ってきて、えー、まあ、畜烈のようなものを持ってきて、それで間に言葉を持たない気楽曲を挟むというような、えー、構成でやられていたんですけどもね、えー。万字の時とやっぱり同じように言葉に対しての、えー、西田さんの深い、えー、洞察力、そして深い思い、 というものがそこに、えー、ずっと通じてある。そういう本当に、えー、素晴らしい、えー、コンサートでした。はいあの。本当に伺えてよかったなというふうに思いました。はい。 えっとですね、何を話したらいいのか、ちょっと、えー、あまりにもいろんなこと話したすぎて、あれなんですけども、えー、逆に、あのー、えー、今回一回だけで話をするというよりは、何回かに分けてね、あの、西田さんのことも話していけたらいいなというふうに思うので、えー、今回はまあ、とりあえずこの、えっ、ー、と、漫のこととかはとりあえず置いといて、えっ、ー、と、このコンサートですね、コンサートがどうだったのかっていう、おおよそのあらましだけちょっと話をしたいんですけどね。 えっと、メグロパーシモンのホールに入って、まあ、僕一番後ろの方の席で見ていたんですけども、えー、左奥の方に、下手の奥の方にグランドピアノがあって、えー、その前の方に、えっ、ー、と、譜面台があって、そして、上手側の方にはマリンバであるとか、そういう、え打楽器類が並んでいてですね、そういうのがセッティングされているところから始まりましたね。そして、最初にのところで歌われたものは、童謡物語、かくれんぼ、 という。これは、えっ、ー、と、同様ですね。同様。えー、で、このコンサートで、基本的に西田さんは、えー、江戸末期から続いてきた日本語の、えー、流れ、それを取り上げられている歌、えー、そして明治の昇華、えー、文部省の昇華ですね。えー、そして、えーと、その後にある、えー、と昭和、昭和の、えー、と文学の中にあるものということで、まずその、 同様ということでですね、えー、その近代国家というものの中には、その日本の国語というものが大事なんだということで、そこで非常にそういうものを、あものすごく、えー、おそういう思いがあ,あ,あって作られた、その格調高い文語体というもので作られた、えー、えー、ものですね。あ、ごめんなさい。それは昇華です。はい。で、その前にあるのは、えー、幕末の、 わらべうたというものがあって、このわらべうたが最初に、えー、登場しているわけですね。で、えー、かくれんぼ、えー、かくれんぼするもの、よっといで、とかね、あんたがあったどっこさ、とかね、通りゃんせい、りゃんせい、ずいずいずくろばしごまみそずい、ないしょ、ないしょ、ないしょ、えー、の話は、あのねのね、とかね。 ゆうりかごの歌をかなりや。これはまあ、北楽州ですけども、えー、そういうものが、この6曲が、え一、ー、つの、童、え、謡、ー、物語、かくれんぼという、えー、セットになって、えー、西澤さんの編曲によって、アレンジによって、えー、そこに出現したわけですね。はい。さっき言った、えー、ピアノのところに西澤さんが、えー、お座りになり、 えー、そして、その前のところにはね、えー、今回このバイオリン、バイオリン奏者の、えー、この方ですね。はい。これが西沢健一さんです。この、えー、ね、とても素敵な方です。はい。で、えー、荒井、荒井彩乃さんね、バイオリンの大変素晴らしかったです。で、その隣のセンターのところに、シング里ユリさんですね、メンソプラのシングウユリさんが来て歌われ、歌われ。そして一番上手の方には、新井の正サさんというこの、えー、この人もね、えー えー、非常に皆さんとっても若い人ですね若い、えー、パーカッション打楽器奏者の方がしてねそこでこの音楽始まったんですけども今何となく僕は歌いましたけどもそういうものを皆さん知ってるじゃないですかもうね、えー、ちょっとおよそ想像もつかないような音がそこから現れてくるんですね何と言えばいいんでしょう、えー、透明なんですね、えー、で立体なんですね で、色彩感に溢れてるんですね。えー、そして、えー、響きがどん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 広がっていくんですね。もう、この、こういう世界というものが、こんなに、えー、魅力的なものだというふうに、本当に改めて気づかされました。はい。はいえー まあ、後の方の、えー、ところでも一、一番、先に言っちゃうと、一番締めくくりる。その文部省唱歌が歌われて、こちらの方は、やっぱ同じような、えーとえー、構成ですね。あの演奏する方は、同じようなコンス構成で、そこで、えー、朧月をですね。菜の花畑にですね。で、次が我は海の子、我は海の子ですね。で、その次が虫の子です。あれ、待つ虫が泣いている。 で、えー、次は冬景色。さぎりきうる港へのですね。で、最後がふるさと。うさぎおいかの山えー、みんな <laughs>、僕も考えなくてもこれスッて出てくるぐらいに、よく知っている、こういう歌。 ですね。それが、またこちらの方も、この明治の章下の方はもっともう少し骨太な感じのそういう全体的なアレンジになっていて、グイ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 その中に引き込まれるような感じでした。はい。大変に素晴らしかったです。はい。で、これ両方のものが2017年から18年に書かれたというものもちょっと整理されて今回に作られたということなんですけどね。 えー、その立体的で透明で、えー、響きが広がってそして、えー、とグイグイそこにつ入れて、うん、あの連れていかれるそういう世界最終的に僕は何を思ったかというとですねで新宮さんがとても素敵な声でそれそれを歌われているわけなんですけどもね皮肉なんですけどもそういう立体的な音像の中から僕に聞こえてきたのは僕は子どもの頃にね母が。 こういう歌を歌ってくれた、その声が聞こえてきました。で、僕は九州で育ってですね、九州の鹿児島って育って、えー、そういうところで車に乗ったりとかですね、あとはまあ家でもそうですけれども、えー、夏場だとこう、あの、セミの声がしていてですね、網戸があって、もう当時はカヤとかもあります蚊カヤを釣ったりとかね。で、そういう中でそういう母がそういうのを歌ってくれたりとか、えー、で、自分もそういうのを歌ったりとかしていた、そういう おものが僕の中で蘇ってきましたね。はい。稀なことです。はい。こんなことすっかり僕は普段忘れて生きていますし。えー、でも本当に、えー、そういうことが貴重なんだなと思いました。自分の中の原点としてそういうものがあるということはね。だからさっきも言いましたけども、その、えー、幕末期から日本というものは大きく、えー価値、価値観の転換を図られていったわけですね。そういう中で、 本来だったら日本という国が西洋からのまあ圧力によって日本、ある意味で日本はどうなっていこうってことになって明治維新も起こったわけですけどもそういう中で日本がもしかしたらグダグダになっていたかもしれないでもそこでやっぱり日本という国が近代の日本という国がしっかりと作られたっていう中にしっかりその言葉というものをそこにしっかり持たなければいけないという考えを持った人たちがいたということでねでこのもちろん作詞さ とかもそうですよね。でもそういう中の、えー、政治の世界においても、やっぱりそういうことを推し進めてくれた、本当に素晴らしい人たちがいたいわけでね。まあ残念ながら、今の時代、それがどういう風になっているかというと、えー、残念だと言わざるを得ない、と僕自身は思いますね。やっぱりそれは、僕がこういう芸術の一端を担う仕事をしていて、やっぱりそういうものへの理解、 興味関心といいいうもものがあまりにに低低全体的に低いでも何よりもそういうものを推し進めていかなければならない人にそういうことへの理解というものそういうものへの,えの意義というものに対してのえ思いがやっぱりすごく少ないような気がしますねだから最終的にやっぱりえ作り出しているもののグレードがどん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 えただの興味本位なものになってしまってレベルが下がっていってしまっているような気がしますはい まあ僕自身もそういうところに迎合していかないように本当に気をつけなければいけないなというふうに思ってるんですけどね。ということをとても考えさせられました。だから僕自身やっぱりそういうふうに思って、えー、活動をしっかりとしていかなければいけないと思いましたので、えー、西田さんまたぜひよろしくお願いいたします。はい。日本語のものとしてもう一つあったのが、原民喜の、えー、原作による新眼の国というものですが、これはこの夜のハイライトでしたね。 本当に素晴らしかったです。えー、実は、このコンサートの、えー、数日前に、西田さんとあるところで、えっと、小本さんと3人でお会いしてですね、ちょっとお酒を飲みながらいろいろな話をしていて、この時に、西田さんがこの原田向のことを、大変愛しているということをお聞きしました。僕は大変意外な思い、僕は正直言ってそこまで原田向のことを、まあ、えー、あの、えー、 彼の代表作などは、えーと、さっとは読んでいるんですけども、えー、原爆小説って思いがあって、ちょっとそこまで自分の中での、えー、評価としてですね、僕の好きな他の作家と,と、えー、同じようなところって思っていなかったので、でも西田さんは、あのとにかく日本語というものを考えた、考えにつけ、彼の、えー、文学が一番素晴らしいと思うとおっしゃったんで、 それでその、えー、西田さんがそうっおっしゃってる気持ち、あれがよくわかりましたね。で、これはもともとは小説なんですけども、それを西田さん自身がアレンジして、えー、その、えーえー、歌曲の歌詞にしてるんですね。そのこと自体大変素晴らしいと思うんですけれども、えー、これはその原田巻という人は、えー、広島の中心部にいた人ですね。それで原爆の、えー あの前のえちょっと前にえと自分の最愛の奥さんを亡くしてえ自分の本当に心の拠りどころだった女性を失ったえ後にですねこの原爆を見てしてえ本当はもう自分は妻の後を覆いをして死にたいぐらいだったんだけども原爆の中で自分は奇跡的に生き延びた。 そののこことととを何ららかの形で伝えなななければならないというまあこれほとんど西澤さんがおっしゃったこと僕はそのまま言ってるんですけどえなのでそこの中に本当にねピュアなものがもうメッセージもはっきりしたものがそこにあってえ透明な世界がそこに広がっているんですねでも透明な世界の奥には大変恐ろしいその原爆の情景というものがあって。 原爆によって一瞬にして、えー、命を失われた阿弥、えー、教官地獄の中で失われた人々の、えー、魂が、えー、鳥の声となって彼のところに届いてくると、えー、自分自身もそこに行きたいというようなことがねそこの中に書われてもう本当に素晴らしいものでしたね、えー、また聞きたいと思いましたはいえ本、ー、当今でも耳に残ってます あとですね、えー、その他に、器、えー、楽曲だけで、えー、4曲あったんですよ。これのどれもこれもが面白かったですね。えー、1曲目が、えー、とマリンバとピアノの共演。で2曲目がバ、えー、イオリンとピアノの共演。そして3曲目が、えー、また、えー、今度は打楽器ですね。打楽器群とピアノの、えー、共演。そして最後が無伴奏、バイオリンによる、えー、ソナタという。 ね、この4曲間に挟まれたんですけど、ハンドレもこンも本当に贅沢だなと思ったんですけども、ですから、ね、4つの、えー、アーティストが集まった形で、えー、それの集合体としてこの日本語の世界が3曲作られるわけですけども、その間のところにですね、その、あ、そうだ、「新藩の国は」は、えっと、ピアノとボーカルでした。はい。ですので、サンドイッチしてる2曲ですね。2曲がその4、はい 4人ですけども。で、途中にその、えー、個人のプレイヤーによる世界がそこで展開されてね。えー、まあそこに僕はやっぱり、これは本当にいつも大事なことだと思うんですけども、えー、この4人のアーティストの皆さんがね、本当に西澤さんの世界を、えー、共有していると、うん。で、そのなった時に西澤さんが一人が、えっ、ー、と、親分になって、この人たちが子分になってじゃなくて、 で、西田さんはその時にッフッと下がってこうホストのような形になって全体を取りまとめているってね本当に美しい調和の世界がそこにありましたこれが何よりも僕はこのコンサートを見て感じたことですね、えー、本当に素晴らしかったです、えー、西田さんおめでとうございますこれからも動画またよろしくお願いしますはい、ということで今日は、えー、以上にしますはい、皆さん良い一日